日本東京と目黒区、高番高番は東京と目黒区の地名。現行行政地名は高番1丁目から高番3丁目。郵便番号は152-0004。目黒区の中央部に位置する。北辺は駒沢通りに接し、これを境に目黒区古本基に接する。東部は目黒区中央町に接する。南部は目黒通りに接し、これを境に 目黒区目黒本町に接する。南西部は目黒区ひもんに接する。西部は世田谷区下場に接する。町域内を南北に東急東横線の線路が通っており、学芸大学駅が置かれている。町域内は駅周辺に商店などが見られるほかは住宅地として利用される。高番はじめ二丁目のほとんどと中央町の一部で高番1丁目町会。 高番三丁目は、三谷北町会を構成する。2021年4月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる元ひもや村の字だった。1889年ヒフすま村大技、ひもやあざ高番になり、1927年4月1日ヒフすま村が、 調整を施行して、ヒフスマ町大技、ヒモンヤアザ高番になる。同年8月28日に、東京横浜電鉄と横線のひもんや駅ができ、以降市街化が進んだ。1932年9月10日、ヒフスマ町の大技高番となり、同年10月1日に、東京市に編入されて、目黒区高番町、1966年3、谷町などと合わせて、 高番はじめ三丁目が成立した。江戸時代、この地に高番屋敷が設置されていたことに由来すると言われる。高場類は高場前の天下とする説もある。高番の地主は、姿刑事、区会議員の姿重太郎などがいた。町域内に、東急東横線の急行停車駅、学芸大学駅があり利用されている。また、 目黒駅から町域内南部の目黒通りを走る路線バスも利用されている。高番自動遊園東京都目黒区高番2丁目9の63国自動遊園東京都目黒区高番3丁目19の3。ありがとうございます。